オーガさんがあれば問題にはならない、という、その理解が、ない、とき、大きなもの、それを維持するのになぜか、夫は妻を二人以上か、必要とする。それを安定し、仲裁し続ける感覚のスキルこそが、その先、の利益性というか大きさ、それを維持。人間には無理だ、という境界線がある。その時、今の理解では決定を大賀さん、そこに委ねるしかなくなる、が。それまでに、妻がどのくらいに変質しているか、が。私よりもゲーム機を選ぶんですか?と、妻が言い出すと、ちょっと面倒が発生する。その時妻の精神、それは完全に、世界の神、になっていて、その権威性とともに、それは何かの暴走を始めることにはなるわけで、去年からの変化、だ。ビル・ゲイツ氏も、父親がいなくなった時、責任を背負う結果、何かの揺らぎは起こる。